闘マシーンって感じ。強そうだねお前。あなたもね。まあ私の方が強いだろうけど。レッツショーダウン。なんつって。ラウンド1ファイト。さっさと始めるぞ。ここで華々しく散るがいい。ラウンド1ファイト。アダッハッ。あなたでは勝てない。少しは燃えさせてくれよ。ここで燃え尽きろ。ラウンド1ファイト。
遊んでんのか、おい。こっちだぜ。おっと。見せてもらえるのかしら、軍隊仕込みの暗殺術とやらを。あなた後悔するわ。勝つためなら手段は選ばない。ラウンド1ファイト。殺さないよ。行くわよ。ちゃんとしなさい。失礼。手を抜いちゃダメ。あなたでは勝てない。謎の組織に拉致された科学者たちの行方はつかめた？かわいい傭兵さん。まるで他人事ね。行方知れずの科学者の中には
確かあなたのお父上もいたはずじゃないの。ええ、でも今は個人の感情をどうこう言っている場合じゃないわ。そうなら私も遠慮はしない。あなたの感情よりも今は私の任務を優先させてもらうわ。怖いわね、あなた。あなたが彼らの手に落ちたらと思うとゾッとするわ。どういう意味？彼らが必要としているものは何も優秀な頭脳だけではないということよ。私にも先に進まなければならない理由があるわ。ラウンド1ファイト。こちらだよ。ボルデション乱暴なのだ。マイリンク博士のことは私たちに任せておいてちょうだい。私が心配しているのは父のことだけじゃない。このままだとそのうち取り返しのつかないことになってしまうのよ。そうならないために私たちが動いているのよ。あなたたちは彼らの本当の恐ろしさを知らないから。たとえ敵についての情報が不足していても、それが任務なら私は行くわ。地上にはない。あるとしたら地下ね。何かお探しかね。あなたは本大会の主催者、クシエルを滑る闇の爪、ジバートマド。クシエル、アデスの下部組織の一つね。さすがによくご存知だ。ということは今回の参戦も君たちお得意の特殊任務の一環というやつかな。私の質問に答えて。マイリンク博士やマキシマ博士たちを拉致したのはあなた？拉致とは人聞きが悪い。彼らに人類が未だたどり着いたことのない英知の高みを目指してもらっているだけだよ。もちろんその成果はこちらでいただくわ。一体何をしようとしているの？我々は遥けき星の海の彼方へと漕ぎ出したいだけだよ。夢見がちな人、そんなことが本当にできると思っているの？ロマンを消さない君とこれ以上何を話し合っても無駄だな。そろそろ始めようか。任務遂行します。来るがいい、小さき星の弱き者よ。ラウンド1ファイト。
闇の爪だ。どうかな。じゃあこちらへ来たまえ。さてどうかな。あなたでは勝てない。なかなかの強さだ。正直予想外だったよ。言いたいことがあれば本部で聞くわ。私が何を語ろうとどうせ君たちは信じない。我々の真実を。消えた？レオナ、無事か？こりゃまた派手にやったもんだな。無茶しやがるぜ。地下の方は？ああ、残念ながらスカだ。何かの研究所らしき施設は見つかったが、もぬけの殻ってやつでな。肝心の科学者先生たちは全員どこかに連れて行かれた後だった。そう。それにしても、奴らの狙いは一体何なんだ？ハルケキ星の海の彼方。何？星の海に漕ぎ出すと言っていたわ、あの男。星の海ねえ。ロケット使って宇宙旅行にでも行きたいってが。本部に祈祷します。やれやれ、相変わらず愛想がねえな。